どうも、アキトントンです。今回は、高校受験対策作図の問題っていうことでやっていきます。で、問題はこんな感じ。これは2019年の鹿児島県の公立高校の入試問題です。作図の問題やな。動画止めて自分でまずとりあえずこんな感じかなって作図してから解説聞いてもいいし、なんとなく頭でこれ使うんかなっていう感じを思い浮かべてから解説聞いてもいいです。まあとりあえず最初から解説聞いてもいいです。とりあえずやっていきます。とりあえずなんか言うねんな。アキトントン。で、まあ、問題は三角形が与えられてて、点 A が BC と重なるように三角形 ABC を折り目が1本だけつくように折り返すねんな。で、折り目を表す線と BC が平行になるとき、A が BC と重なる点を D とする。折り目を表す線と辺 BC 上にある点 D を定規とコンパスを用いて作図せよみたいな問題な。で、こういう折り曲げる系の問題、折り目の問題とかっていうのは、基本的にその折り目で線対称になるんよな。OK。線対称っていうのはその線で対称になってる。当たり前のことやで。いける。で、その特徴を押さえてたら大丈夫。つまり、点 A がその折り曲げたら点 D に行ってんのやろ。点 A が折り曲げて点 D になってるってことは、点 A と点 D は折り目で対称なわけ。いける？まあ、てことは、こういう風に適当に D を打った時に折り目が適当にあったとするやん。そしたら、折り目から A の距離と、折り目から D の距離っていうのはまず等しくなるな。いける？で、しかもまあ距離って言ってるし、90度なんよね。OK。だからこの性質を使って作図をするだけ。もう90度とか長さが等しいって言われてるわけやろ。じゃあいけてほしいで書いていくな。アキトントン。はい、こういう風に三角形がある。で、まあとりあえず D がこの辺に来たとしても、 A と D は90度で、この BC と交わんねんな。なんで BC とって言ったら、問題文に BC と平行なんやろ、折り目は。いける？だからその折り目と90度っていうことは、 BC と90度と同じってことやから、点から線への90度の線を引くだけ。いつもやってるやろ。ここにコンパスぶっ刺して円を書くんやろ、こうやって。で、そこから円からまた円、円って書いておしまいと書くわ。で、今回の作図は D だけじゃなくて折り目も考えなあかん。折り目っていうのはさっきも言ったけど、折り目からA の距離と折り目から D の距離っていうのが一緒なんやろ。ってことは AD の中線なんよね。真ん中に引かれてる線。だから線分 AD を垂直二等分線したら OK。なんで垂直かって言ったら、BC と平行やから、この線とは90度で交わらないとあかんからな。いける？だから A にコンパスさせて適当に、円を描くと。半径書いて、で、次 D にコンパスさせて、さっきと同じ半径で、線を描くと。そしたら垂直二等分線の線が引けるよっていうことで、これが折り目になると。 OK？ はい、これ折ったらちょっと怖いそうやけど、まあ自分で一回作図してみてください。ちゃんとそうなると思います。はい、今回はこんな感じ。どうでしたか？作図の問題っていうことでやっていきました。なんか折り曲げる問題っていつもの作図の問題じゃないから取り上げてみました。まあとりあえず折り曲げるってやったら、その線対称、線で対称になるから距離が等しいし、まあ90度っていうのがよく出てくるから、この性質は覚えてください。もう一回問題と答えあるんで復習してください。良かったと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録してからぜひチャンネル登録してください。はい、受験勉強頑張ってください。応援します。バイバイ。